どうもこんにちは、なっちでございます。今日じゃないな、昨日の夜ぐらいからすんごい腹減るんだって。でめっちゃ食うんだって。僕普段食わないんですけど、めちゃくちゃね食うんですよ。でこの僕がめちゃくちゃ食う前っていうのは、後か食う時っていうのは風邪の前兆なんですよね。だから風邪の前とか熱が出る前ってよく食うっていうのをなんか親から言い伝えのように教えてこられたんですけど、皆さんどうですかね。嫌だよね。ちょっと今もすごい腹減ってるから、この動画撮影終わってからね、なんか食おうかと思ってるんだけど、風邪だったら嫌だよね普通にね。だから寒いしさ、僕布団捨てちゃったんだよ去年、汚ねえとか言って。で今年今ないんだけど、急激に寒くなっちゃったじゃん。ないんだよね今、やばいんだよね。早くどうにかしないとですね。はい、ということでグレモリをスキルマにしておきました。チョキカニですね。今はクイーンメタルドラゴンで上げることができます。ミステリーワールドでございます。この人足どうなってんのって感じだよね。めちゃくちゃ長いよね長くない？このケツからさ膝にかけてのラインっていうの、ここが長いよね異常に。僕はそこに違和感を覚えるんですが、はい、グレモリーさんね、使っていきましょう。ちょっと難しいよね。楓とかみたいなスキルなのに、指が少なかったりとか、サブがやたら難しかったりとかね、なんかそういう難しいっていう印象を受けます。あんまり聞かないですね。パイモンとかは意外と見るんですけど、ダンタリオンとか、あんまりグレモリーは見ないイメージがありますね。はい、じゃあ使っていきましょう。パーティーはよくわかりませんが、なんかシャンメンも意外と相性いいぞってことで、僕、シンファ何体もいなかったんでね、これでいきたいと思います。はい。じゃあどこに行きましょうかね。エーギルはね、やばいと思うから、ゼウス・マーキュリーとかいいんじゃないですか。ゼウス・マーキュリーはでもなんかパイモンでやってみたいな。で、山積み行こう、山積み。山積み行きます。フレンドがね、一番怖いんだけどね。いましたわ。これは僕自身との戦いだ。なんか、確かに一人称僕っていう可能性ありそう。どうでしょう皆さん、どう思いますか。私我ではないな。後ろのなんかラクダみたいなやつめっちゃ気になるんだよな僕自身との戦いにする。あ、セシルか。確かにね。あ、闇アポカリプスゲットしてからやった方が良かったかもね。これ面白そうだったね、そっちの方が。さあ、なんか左下がすごい綺麗になってますけども、十字組んでいけばいいんですよね。でスキル使ったターンにさらに悪魔とバランスが上昇していくということで、なるべく悪魔がバランスのパーティーで統一した方がいいと。結構指ありましたね。そういうことですね。はい、闇属性だね。十字ってやっぱり見るとか楓のイメージがあるんで、あまり闇を消すっていうイメージがないんで、そこだけ気をつけていきましょう。風に乗るでアリンスからのどいた。闇が残ったね。ミステリーワールドよりかはシャンメイの方がいいと思ったけど、ヘイストがあるからミステリーワールド使おうと思ったけど、このスキルは何なんだ。バインド回復だけは知ってる。あ、闇度回復3つずつ。なるほど、読みドラ的な感じか。読みドラではないか。なんだ、なんかいたよね。読みドラチックな感じか。読みドラでも4個ずつだっけ。ちょっと多かったよね。あ、これはね、お邪魔が全部消せないパターンや。ほっとこう、ちょっと次のターンに、バットマンで消すって手もあるんですけどね。 OK、 なんかコンボできてなかった気がしたけど、コンボ吸収大丈夫でした。おっとカーリンちゃん、ちょっとお邪魔消すね。カーリンちゃん聖獣のイベントやってるんだ今。それすら知らなかったよね。なんか昔はさ、このイベントすごい楽しかったっていうか、集めるの頑張った記憶あるんですけど、昔だってここでしかゲットできんかったしさ、あとはね、なんかデビラとかすごい頑張った記憶あるもん、メイメイのために。ちょっと硬いんですけど大丈夫ですか。スキル、そうか、スキルを使えって言ってんのか。スキル使用したターンがやっぱ大きいんですね。だからシンファとかでシステムチックにした方がこのパーティーはいいと。なんとも贅沢なパーティーですねこれで画力どんなもん出るんですかね。ああ、強かった。めちゃくちゃ強かった。ウェイとか列なしであれか。蓬莱ちゃん、こんにちは。ちょっとスキル貯めていいかな。でも結構貯まるね。結構すぐ帰ってくるもんだね。じゃあ倒します。そうそうそう。タッチペンをまた新しく買ってね。最近また動き悪かったんで、新しくしたんですけど。タッチペンはね、基本的に Amazon に売ってる、なんだこれ。相棒ってやつ。相棒でいいのこれ。なんか羽が書いてあってね、キャップがついてるタッチペンは僕普段使ってますね。どれがいいとか正直ないです。ないです。なんかパズドラのドロップが書いてある、タッチペンはね、あれも悪くないんだけどね、力強く持つと変形するっていう弱点があるんで、個人的には Amazon で売ってるね、数本何千円とかのやつでも全然大丈夫ですが、どうだろう。あんまり長持ちしない印象はあるね。山竹だよね。はいはい、これも受けていきますよ。じゃあ、陣2枚残っちゃってるし、こっち使っていこうか。僕自身との戦いしまして、ミステリーワールドもしちゃおうかな。ちょっと贅沢に使ってみましたが、これパズルが難しくなった気がします。大丈夫かな。やらかしたね。やらかしたね、これ。やらかしたね。こんにちは。こんにちはキリスト。あんだけスキル使ってキリストってもったいないわ、もう。ちょっと強いです。火属性で挑むことを前提にしてダンジョン作らないでください。火属性強化だからってね。火属性育ってない方もいるかもしれないですよ。お前は貴族性育ってるだろってね、言われそうですけど。どうなんだろう、これ。シンファ、列が意外とあるんだ。列じゃん、これ。グレモリー列持っとるし、パンドラいるんだから列組めよ。ね、何やってんでしょうね、この人はね。はい、じゃあ、ちょっと反省して列を組みたいと思います。ただ、難しそうですね。頑張りましょう。ちょっと上の方で十字組まー組みたいよね。ちょっとね、下の方ごちゃごちゃしてるからね、上の方で組みますね。ここでこう組んで、なんかおかしくね。なんか違うと思うんだよな。でもこれでも500万出るんだ、1人。そっか。スキル使った時に、いや、どっちかというとスキルのサイクルかな。本当に、だからサブが揃ってない場合、ケルベロスライダーとか入れても全然強いんではないかっていうね、疑惑が出ましたね。で、一番いいのは多分シンファやらシャンメイやらで、こう、くる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 スキルを回していくってことだと思うんですけど、僕いなかったんで、こうするしかありませんでした。かといってシャンメイばっかりも回復生成するしかないので、そう、闇が必ずしもあるってわけじゃないんだよね。ただ、列もキラーもあるし、シャンメイは相性いいかと思います。ただ、シンファだね、やっぱり。だね。はい。ということで、グレモリー使ってみましたが、やっぱりちょっと難しいね。カエデとか緑に慣れてると指も少ない気もしたし、どっちかというとやっぱ上級者向け、そしてキャラをたくさん持ってる人向けのキャラクターだと思いました。今後またサブがね、簡単になっていくことを願いましょう。以上、タッチでございました。バイバイ。